青春18切符で遠出をしてはいけない理由。1、実は高額。青春18切符は1日あたり2410円で乗り放題と言われていますが、販売は5回セット12050円のみです。運が良ければ金券屋に1日分が売られていますが、あまり期待はできません。なぜなら18切符はシーズンごとの販売だからです。1ヶ月の利用期間の間に4回使った物好きが残り1回分で金券屋に売りに来るというレアケースを待たなければなりません。4回使う物好きは5回目も使います。要するに5回分使い切らないと損をするということです。2、バスより遅い。青春18切符で乗車できるのは普通列車のみです。昭和中期ならまだしも、現代の普通車は近距離でしか走っていません。したがって遠くに行くには頻繁な乗り換えを要求されます。例えば東京から大阪まで行く場合、熱海、浜松、岐阜、米原の4カ所で乗り換えを強いられます。しかも乗り換えるために階段を上下する必要もあるので非常に疲れますし、2時間ごとの乗り換えなので途中で寝ることは許されません。そして所要時間は約9時間です。始発で出ても到着は早くて午後2時なので、遊べる時間はごくわずかです。もし遠くに安く行きたいなら高速バスを利用してください。高速バスなら東京大阪は片道3500円から、所要時間は8時間程度で、18切符より安いですし、何より乗り換え乗り過ごしのことを考えなくて良いので気が楽です。また夜行便ならバスで寝て朝から大阪で遊ぶこともできます。さらに遠くに行く場合は LCC もおすすめです。ジェットスターなら成田空港から福岡空港まで片道約6000円で行けます。飛行時間は2時間程度で、保安検査含めて3時間ほどです。この区間を夜行バスで行くと15時間ほどかかりますので、8時間バイトして2時間飛行機に乗った方が早いです。3、青春18切符で得をするには。青春18切符は日帰りで使うとよりお得です。片道なら140キロ以上移動しないと元が取れませんが、1日で往復する場合は80キロ程度で元が取れます。東京駅を基準にすると東海道線の小田原駅や中央線の大月駅などがあります。もう少し距離を伸ばして熱海や甲府に日帰り旅行をするといい思い出になるでしょう。乗車時間も2時間程度ですから、そこまで苦ではないでしょう。私は大学の友達と18切符で宇都宮に餃子を食べに行くというプチ旅行をしましたが、とても良い思い出になりました。もしあなたが私と同じように鉄道を愛してやまない人間であれば、18切符で遠出することを止めはしません。しかしお金を節約するために18切符を使う必要はありません。